ベスレヘムのメインストリート取り壊される直前のベスレヘムスチールの工場跡ベスレヘムはアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部に位置する都市。州第三の都市アレンタウンの東に隣接し、地域はリーハイ郡とノーサンプトン郡にまたがる。人口は74,982人。アレンタウンやイーストンと共にリーハイバレーと呼ばれる都市圏を形成しており、 その人口は82万1173人を数える。ベスレヘムは1741年にモラビア兄弟団によって創設され、初期は同教会の宗教都市として発展した。やがて1857年にベスレヘムスチールが創立すると、ベスレヘムは同社の企業城下町として成長した。しかし1970年代に入ると、 全米的な製鉄業の衰退によって、同社の業績は悪化し、市の成長も止まった。2001年にベスレヘムスチールが倒産した後、かつての巨大製鉄工場は取り壊され、その後地は2009年にカジノリゾートとして生まれ変わった。ベスレヘムはクリスマスシティと呼ばれている。市の南に連なるサウスマウンテンには、 ベスレヘムの星と呼ばれる鉄のフレームでできた星が飾られており、ベスレヘムのシンボルになっている。また、ベスレヘムは、リーハイ大学及び、モラビアン大学がキャンパスを置く、大学長でもある。モラビア兄弟団のベスレヘム教会堂1741年のクリスマスイブ、モラビア兄弟団の監督ニコラウス・フォン・チンツェンドルフト、司教、ダーフィト・ニッチマンは、 少数の教会員を率いてこの地に入植し、リーハイ川と物カシークリークのほとりにベスレヘムを建設した。入植地の名はイエス・キリストが生誕したとされるユダの町ベスレヘムから付けられた。翌1742年にはモラビア兄弟団はベスレヘム女学校を創設した。ベスレヘムの村は順調に栄え、やがて1845年に ノーサンプトン軍の正式な町となった。1848年には、教会会議により、北米モラビア教大団は、南北の2管区に分けられ、北部管区の本部がベスレヘムに置かれた。1850年代までは、モラビア教大団が創設した多くの都市同様に、教会がすべての資産を所有していたため、ベスレヘムの町には、教会員以外は、住むことを許可されなかった。 モラビア兄弟団関連の歴史的建築物の多くはこの時期に建てられた。しかし1857年にベスレヘムスチールが創業するとベスレヘムは一転同社の企業上下町、鉄鋼の町として労働者を集めた。リーハイバレーの地の利に加えて鉄鋼技術者にも恵まれたベスレヘムスチールは成長し、全世紀には US スチールに次ぐ全米。 第二の製鉄会社になった。1880年代中盤までは、同社は主に鉄道の軌道や弾丸などを生産していたが、やがて走行や軍艦も専門の子会社を設立して生産していくようになった。第一次世界大戦及び第二次世界大戦の最中にあっては、同社は労働者を大量に雇用して、走行をはじめとする様々な軍需品を生産し、死に、 人口、経済の両面で急成長をもたらした。また、1910年代から1920年代にかけては、同社は主にイギリス人選手を起用したベスレヘムスチール FC というサッカーチームも所有していた。ベスレヘムスチール FC は1930年に解散するまでの間にアメリカンカップで6度、US オープンカップで5度の優勝を飾り、 スウェーデンにも遠征するなど、ベスレヘムの名を内外いいに知らしめていた。しかし1970年代以降、日本などからの高品質、安価な輸入鉄鋼に押され、全米規模で製鉄業が衰退の一途をたどるようになると、ベスレヘムスチールの業績もその煽りを受けて悪化し、市の成長も止まった。同社は2001年に倒産し、144年の歴史に幕を閉じた。 倒産の、翌々年、2003年には、ベスレヘムスチールの資産は分割され、インターナショナルスチールグループに売却された。工場は2007年に取り壊され、その後地には、ラスベガスサンズの運営する、カジノリゾート、サンズカジノリゾートベスレヘムが建設された。このカジノリゾートは2009年5月22日に、開店した。リーハイバレートベスレヘムの位ベスレヘムは、 北緯40度37分34秒、整形75度22分32秒に一致している。市はアレンタウンに隣接し、フィラデルフィアからは北へ約9 5トル、ニューヨークからは西へ約1 2 5トルに位置する。市の標高は1 1 0ルである。アメリカが州国統計局によると、ベスレヘム市は総面積5 0 3キロ平方メートルである。 そのうち4 9 9トルが陸地で0 4 k ルが水域である。総面積の0.88%が水域となっている。地域はリーハイ群とノーサンプトン群にまたがっている。アレンタウンやイーストンと共に形成しているリーハイバレーと呼ばれる都市圏はリーハイ群とノーサンプトン群のほか、カーボン群及びニュージャージー州ウォーレン群の4群にまたがっている。 アレンタウン気候も参照ベスレヘムの気候は蒸し暑い夏と温暖な春、秋、寒い冬に特徴付けられる四季のはっきりした気候である。降水量は一年を通して平均的にある。夏には雷雨が、また冬には降雪が見られる。欠片の気候区分ではベスレヘムは温暖湿潤気候に属するが沿岸のフィラデルフィアやニューヨークに比較すると冬の寒さは やや厳しく、実際にはンタイ湿潤気候に近い。ベスレヘムは、センターシティ、ウエストサイド、イーストサイド、サウスサイドの4つの地域に大別される。センターシティはその名が示す通りベスレヘムの中心になっている地域で、リーハイカワイ北、群会となっているモノカシークリーク伊東、ステフコ大通り伊勢の地域である。ウストサイドは、モノカシークリークアレンタウンの市 堺までで4つの地域の中で唯一リーハイ軍に属している。イーストサイドにはステフコオードーリー島の地域およびペンブロークビレッジ歴史地区が含まれる。ペンブロークビレッジはもともとは第一次世界大戦中にベスレヘムスチールに雇われた労働者を住まわせるために1918年に開発された住宅地で1988年に 国家歴史登録財に登録された。リーハイ河井南の地域はすべてサウスサイドとされている。サウスサイドには貧しい住民が多く、家屋も古いものが多い。市の南端にはリーハイ大学のキャンパスが広がっている。ベスレヘムは市長制をとっている。市議会は7人の議員からなっており、そのうちの1人が市議会議長を務める。 残りの6名はそれぞれ市議会議長の任命により、コミュニティ、経済開発、財務、人的資源、環境、公園、公共資産、公共安全、公共事業の各委員会の長となる。市は選挙区に分けられておらず、7人全員が全市からの投票で選出される。市議員の任期は4年である。連邦議会会議員選挙においては、 ベスレヘムはアレンタウンやイーストンなどと共にペンシルベニア第15選挙区に属している。この選挙区では1950年代から1970年代にかけては民主党の勢力が強かったが1980年代以降は共和党が優勢になっている。ベスレヘムに最も近い商業空港は市の中心部から北西へ約6キロメートルに立地する。 リーハイバレー国際空港である。この空港には、デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空、および US Airways がそれぞれ、ハブ空港からの便を発着させているほか、エアカナダによるトロントからの便も就航している。また、コンチネンタル航空は、地元バス会社トランス、ブリッジラインズと提携し、同社のハブ空港である、ニューアークリバティ国際空港とリーハイ。 バレー国際空港とを結ぶバスの便を運行している。周回高速道路 I-78 はアレンタウン、ベスレヘム、イーストンの南をバイパスしている。I-78 はフィラデルフィアを通らずにニューヨークとハリスバーグを結ぶ短絡路としての役割を果たしている高速道路である。一方、リーハイバレーでは高速道路規格になっている国道22号線は リーハイバレー国際空港の横を通り、アレンタウン、ベスレヘム、イーストンの3都市をダイレクトに結んでいる。アレンタウンの西でこれらの高速道路と交わる I-76 の支線、I-476 は、州東部を南北に縦断し、フィラデルフィア、リーハイバレー、ワイオミングバレーを結んでいる。リーハイノーサンプトン交通局は、アレンタウン、ベスレヘム、 イーストンの3都市における公共交通機関となる26系統の路線バス網を運営している。このうち11系統がベスレヘムを通っている。上、リーハイ大学かモラビアン大学ベスレヘムには2つの大学がキャンパスを置いている。リーハイ大学は市の南端、サウスマウンテンの斜面2600エーカーのキャンパスを構えている。 同学は1865年創立の私立、総合大学で、工学、応用理学部、分理学部、経営、経済学部、教育学部の4つの学部を有し、学部生、約4800人、大学院生、約2100人を抱えている。同学は、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、全米の総合大学の中で常に、上位50位以内に入り、 ペンシルベニア州の総合大学としては、ペンシルベニア大学、カーネギーメロン大学に次ぐ高い評価を受けている。またスポーツにおいては、同学は NCAA のディビジョン I に属するパトリオットリーグに所属し、25種目で競っている。特にフットボールにおいては、イーストンにあるラファイエット大学との間に1884年から続く全米の大学間で最長のライバル関係を、 モラビアン大学はセンターシティにキャンパスを構えている。同学はモラビア兄弟団系のリベラルアーツカレッジで、その歴史は1742年に遡る全米で6番目に長い歴史を持つ伝統校である。同学には約1500人の学生が在学している。US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは同学は 全米のリベラルアーツカレッジの中で130位前後に入る評価を受けている。また、同学は修士の学位を授与する神学校を併設している。ベスレヘムにおける K12 課ほどは、ベスレヘム地域学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は修学前教育校1校、小学校17校、中学校4校、高校2校を運営している。また、 ベスレヘムには芸術教育に特化したチャータースクール、リーハイバレー芸術高校も置かれている。同校はオーディションで選抜された9から12年生の生徒に対し学業と並行して美術、声楽、器学、ダンス、演劇、およびフィギュアスケートのプログラムを提供している。このほか、ベスレヘムにはカトリック系のベスレヘムカトリック高校と 修学前から12年生までの小中高一貫教育を行うモラビア兄弟団系のモラビアンアカデミーの2校の私立学校が置かれている。以下にベスレヘム市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。主要記事 W リストオブピープルフロムザリーハイバレーベスレヘムは以下3都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。